こんにちは。今日は僕のクラブセッティングの動画を出したいと思います。まずクラブの構成からいきます。クラブの構成はドライバーと、3番ウッド、5番ウッドと4番ユーティリティがウッド系で、そこから、アイアンが5番からピッチングまでと、ウェッジが50、54、58とパターという14本の構成になってます。で、僕が、このクラブセッティングで気をつけてるのは、アマチュアゴルファー、サラリーマンゴルファーで練習する機会なくて、でラウンドに行った時にやっぱり簡単にゴルフしたいという時に、できるだけ優しいクラブを選んで、一応優しいクラブをで、スコアメイクにつながるクラブというところで選んで今まで買ってます。ただ僕自身あんまりそんなにクラブ自体は詳しくなくて、フィッティングとかもしなくて、継ぎはぎでずっと1本ずつ購入しながら作っていったクラブセッティングなので、そこまでまとまりはないんですけど、現状のクラブセッティングという形で紹介したいと思います。ではいきます。じゃあまずドライバーからいいですか。ドライバーはじゃじゃん、テーラーメイド M5、 テーラーメイドの M5 になってます。で、ロフト角は9.0 のものを使ってます。で、シャフトは、ツアー AD プロファイトデザインのツアー AD の VR6S を使ってます。 60g 台のフレックス S というシャフトを使ってます。で、このシャフト自体は中調子で癖のない、シャフトで、すごく癖のなくて振りやすい、僕的には振りやすいなと思って購入したクラブです。で、M5 自体はスピン量をかなり抑えてくれるドライバーなので、もともと僕球が上がりやすくてスピン量が多いのが悩みだったので、それをできるだけ抑えたいっていうところでこの M5 を使ってます。で、一応これセッティングとしては一番球が抑える手前のところにウェイトをつけて、で、ドロー側捕まって球が低いっていうところで一応今セッティングをしてます。で、ロフト角は別にいじってないスタンダードポジションで使ってますっていうのが今のこのドライバーです。この前は M2、 初代 M2 を使って、で、シャフトはスピーダー661エボリューション、初代の青のスピーダー使ってたんですけど、それも上がりやすい、
ちゃうと結構捕まった球が出ちゃうので、ちょっと左にこうチーピンっぽい捕まった球が出ちゃうので、そこはちょっと悩みで、ちょっとこれは今の僕のスペックにちょっと合ってないかなという気がするんですけど、まあ現状今これを使ってるという感じで、これも近々変えていきたいなと思ってるクラブです。まあ現状これを使ってるという感じです。シリーズ Z565 というアイアンを5番からピッチングまで使ってます。で、この Z565、このセリクソンの Z シリーズって900番台、700番台、500番台で3つあって、500番台が一番球が上がって、まあ、飛距離も出て優しいクラブになってて、まあ、やっぱり僕は優しいクラブ使いたいっていうところが、まあ、思ってるので、この500番台の Z シリーズのアイアン使ってます。すごくこれはヘッドはすごく打感も良くて、球も上がってめちゃくちゃいいですね。おすすめのクラブです。で、シャフトは NS プロのモーラスの105のフレックス S というものを使ってます。これも僕もともとその前が NS の950かという軽量シャフトを使ってたんですけど、まあ、それは軽すぎて僕も多分スペックが合ってなかったので、そこからこの105に変えたんですけど、まあ、これ自体も実際今の僕に合ってるかって言われればちょっとよくわかんないですけど、別に今自体不満はない。グローブ穴が開いてますよ。これは気にしないで、これ練習用で。あ、そうなんだ。はい、使ってるシャフトなんで気にしないでください。ちょっと何どこまで言ったか分かんない。で、まあ現状今これはあんまりそんなに不満はないんですけど、1点僕よあんまり分かってないんですけど、雷角、アイアンの雷角ってめちゃくちゃ重要って言うじゃないですか。で、この雷角の調整とか全くしてない純正のクラブなんで、でここを変えたら多分結構変わったりするってみんな言うんで、この雷角の調整は、まあ、クラブフィッティングとかした時になんかやりたいなと思ってます。このそれだけでもだいぶ違うって言われるので、このライクの調整とかやればより自分のスペックに、自分の打ちたい球筋に合ったアイアンが作れるのかなと思ってますが、まあ、現状普通の純正の何もいじってないアイアンになります。これがまあ5番からピッチングまでという感じですね。で、飛距離は大体5番で190ヤードぐらい、6番で180ぐらい、7番で165で、8番で150、9番で140、ピッチングで130っていう感じですね。で、っていうのがアイアン。最後にウェッジカートいきます。ウェッジはクリーブランドのウェッジ使ってます。で、50度、54度、58、4度刻みで入れてます。で、僕ちょっと今悩みなのが、このピッチングとピッチングの次が50度になるんですけど、このピッチングって44度なんですよ。44度で次が50度で、ここが6度空いちゃって、あとは4度刻みになるんですけど、このピッチングと50度の距離が結構空いちゃうのがちょっと悩みなので、この距離をなんか埋めるためにウェッジちょっと調整したいなと思ってるんですけど、まあ、そこは今の僕の今の悩みで。で、クリーブランド、これがダイナミックゴールドツアーイシューが3本とも同じシャフトが入ってます。で、まあ、ウェッジはゆっくりこの重いシャフトをゆっくりこう体を使いながら振りたいっていう思いがあるので、あえて重いシャフトを入れてます。ただこのダイナミックゴールドとモーラスの105でシャフトに重量差が結構あるので、この差がちょっと気になるなと最近思っていたので、ちょっと合わせたいな、まあ、モーラスの120とかちょっと軽めのやつにしてアイアンに合わせに行くのか、アイアンをちょっと重めにしてベンチに合わせに行くのかというところはちょっと考えたりしてますけど、今現状使っているのはこんな感じです。で、ウェッジは
結構僕はハイバウンスのものを使ってます。で、10度から12度、10度、12度、14度というハイバウンスのものを使ってまして、まあ、これはバンカーの時とかやっぱりバウンスがあった方が優しいんで、まあ、バウンスが大きいものを使っているという感じです。僕の今のウェッジです。最後にパター。パターはピンのアンサー2かというピンのピンタイプのパターを使ってます。でこれは、まあ、今すごくフィーリングが合ってるパターなのでこれをずっと愛用して使ってます。でもう一個がオデッセイのオーワークス V-Line R ラインやったかな V-Line かっていうパターはマレット型のパターと、まあ、フィーリングが合う方を使って最近はこいつ初心でこいつ使ってます。でこれはもらい物で自分で買ったものじゃないんですけど、まあ、それをちょっと今愛用して使ってるって感じです。めっちゃ今フィーリングいいですね。で長さはすみませんよくわかんないですけど34から34インチだと思うんですけど、それ長さは34インチのパターを使ってるという感じです。とりあえずこんな感じで僕のクラブセッティングはこんな感じなんですけど、最初にも言ったように僕のクラブセッティング気をつけてるコンセプトはやっぱり優しいクラブ、サラリーマンゴルファーがスコアを出すための優しいクラブセッティングっていうのを心がけてて、そういったところでクラブを揃えてるって感じです。やっぱり、まあ、僕もかっこいいマッスルバックのアイアンとか使いたいなとか思ったりもするんですけど、やっぱりコースに出てしっかりスコアを出していい球を優しくゴルフをするためには優しいクラブを使った方が僕はいいんじゃないかなというところでそういったクラブを選んでます。で実際この僕のクラブとかも1本ずつこう買って継ぎはぎでこう作っていったクラブセッティングなので、まとまりもバランスとか重さとかまとまりもないんですけど、でこの辺りは今後やっぱりプロのフィッティングとかも受けてこの辺りのクラブ調整してやっていきたいなとは思ってます。多分このクラブだけでもやっぱり全然違うと思うので、その辺りはプロのクラブフィッティングを受けてやりたいなっていう思いもありますので、まあ、今後そういった動画とかも撮れたらなとは思ってます。フィッティングしてどれぐらい変わるのかとか、クラブ自体でどれぐらいスコア変わるのかとか、どんな球が出るのかとか、そんなのも実際今こうやって動画上げていければなと思ってます。現状のクラブセッティングはこんな感じです。あとコメントで僕の兄のヒロのクラブセッティングも教えてほしいというコメントありましたけど、ヒロのクラブセッティングは今度ラウンド動画した時に一緒に、撮りたいなと思ってます。またヒロのクラブセッティングは結構ヘッドスピードも速いんで、上級者向けの硬いシャフトが X シャフトが入ってたりとか、上級者向けのシャフトが入ったりしてるんで、まあ、ちょっと面白いかなと思います。それの動画も撮っていければなと思ってます。という感じでなんかまとまりのない話になっちゃいましたけど、一応僕の現状のクラブセッティングはこんな感じというところで今日は終わりたいと思います。最後にチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日は終わります。